はい、こんにちは。今日は2017年7月13日、ね、昨日も動画撮影しましたが、昨日13日って言ってましたけど、今日が本当の13日ですな。暑くなってくると曜日がよくわからない。今日は木曜日ね、7月13日木曜日だそうですね。このところ暑いですね。こんな感じでね、雲はもう入道雲がどんどん、ただね、こちら畑がやっているね、千葉県成田市は夕立っていうのがないんですね。山がないので、なので、ね、北関東とかだとね、割と埼玉で研修したいからよく夕立を食らいましたよね。まあ百姓にとってはね、人参だとかそういうのに雨がね、降ってくるとそれはそれでありがたくてね、それを計算して、野菜作ったりするんですけども、ということで何やってるかと言いますと、これ灌水ですね。今専属スタッフ Y さんに水やりをね、やってもらってますよ、ね、こんな感じで暑いですからね。これはキャベツなんですけども、さっきはね、白菜やったりして、やらないとね枯れちゃいますんで、まあまあこの暑さでね、苗を植えたりしてね、野菜できるんかって話ですけどね、難しいんですよね。ちょっと見てみますかね。こんな感じで、まあなんとかかんとか生きてね、ただまだ活着はしてないんでね、それまでの間にね、活着したらある程度もう出なくなっ、水が出なくなっちゃったそうですよ、ね、必ず何らかの理由があるんですけどもね。多分ねじれてるだけだと思うよ。こんな感じでね、タンクで水を汲んで水をやるわけですよ。これはこれでね、俺も一人でねやってた時はね、本当にねなかなか大変なんですよこれ。こういうねじれがね一箇所あるだけで水が出なくなりますんでね。こんな感じで一生懸命ね、専属スタッフ Y さんが水をやってね、ね、ちょっとこれでね元気になるかと思います。一応ね、今のところキャベツはまだ枯れたやつは出てこないですけど、白菜がね結構枯れましたね。あっちゃ、よいしょよいしょ。はい、こんな感じでね一生懸命こちら側にね全部これ、あとのここ残り2段全部、キャベツになりますね。ドーンと1発目2発目3発4発5発でドドーンといきますね。まあこれでキャベツはまあ半分はいくと思いますけどっていう、もう一箇所なんですね。こちらが全部、大根です。秋冬大根1発目1箇所目ですね。2ターンちょっと、これだけじゃ足らないんでね、大根ね。もう秋冬が佳境に入ってまいりました、今日まだ風があってね気持ちいいですね。7月意外とねお客様も皆さんねご旅行なんかでね、海外行かれたりね、どこそこへ行ってきますって言ってね、聞いたこともないようなね最近はね海外の名前とかね羨ましいですね。7月8月9月とね、私は農繁期でねこの仕事をしている限り一生夏はねそういう仕事でございます。さあということでね、明日出荷日ということでね、これから準備して明日火曜日と金曜日は週2回必ずね何があろうとも出荷するという暮らしをね
続けていくわけです。はい、ということで今日も暑くなりそうな、そんなね百姓農園の、一日でございます。今日は、キャベツの水やりをやっている動画でございました。それではまた。